こんにちは、こんばんは、テディベアです。今日は先日私のチャンネルが1万人突破した記念として皆様からの質問を答えるということで質問コーナーをやりたいと思います。ソーセージグリドルみたいな、なんだっけ、そんな感じのやつかな。朝マックが一番好きです。次はテディベアさんとどうやったらつながれますか、つながれますかですか。そうですね、どこかで見つけてください。どんな年の取り方をしたいですか。まあ、いつまでも笑ってたいですね。楽しかったなって思える。
たいですね。やっぱ笑ってないとね、美容にも悪いので。次は支援ができるような活動、メンバーシップや支援、ニコ動などを今後行う予定はありますか？先日のライブの方で Amazon の欲しいものリストを開放してほしいとか、まあ、こういう支援とかやってほしいっていう声があったので、まあ Amazon の欲しいものリストは、まあ、友達とかに協力してもらって件がバレないようにしてやろうかなっていうのを、まあ、今考えているのと、支援の方はとりあえず登録はしたので、あの少々お待ちください。はい、タミエやスリーディオなどの新しい機材を買う予定はありますか？もちろん買いたいんですけど、まあ、パソコンもちょっと買いたくて、まあ、どっちが先かという感じなんですけど、そうですね、今年中に新しい機材買えたらなとは思っております。ワンの総称何にしますか？これもね、結構聞かれるので、誰か考えてくれたらいいなと思ってるんですけど、ぜひじゃあちょっとコメント欄で何かいい呼び方ありましたらコメントしてください。次は、友人やご家族は動画投稿していることを知っているんですか？全員じゃないんですけど知ってます。あの、わざわざ自分の方から言ったのはほんの数人です。テディベアさん、ピアスは開いてますか？開いてますね、これ。開いてますよ、これ。はい、次は、一目惚れって経験ありますか？芸能人とかはありますけど、興味持つあんまないかもしれないですね。やっぱり中身で冷めちゃうこともあるので、うん、今の所持金はいくらですか？今の所持金、これ財布のですよね。多分昨日下ろしたので3万くらいかな。登録者数10万人で何したいですか？サブチャンネルを作りたいかな。あとはベタなんですけど、あの金の盾でタッピングしたいです。いくつまで年上なら恋愛対象ですか？そうだな、多分本当に好きになったらそこまで関係ないと思うけど、パッと思い浮かぶの10個上とかですかね。仕事から帰ってきたらいつも動画撮ってるんですか？そうですね、まあ、帰ってきたらというか、お家でお仕事しているので、まあ合間にとかもありますね。悩み事相談する人って決まってますか？決まってますね。なんだろう、なんか悩みとかって似たり寄ったりしてるものとか、こうだったのがこうなったんだけどどう思うみたいな延長線上の悩みが多いので、新しく誰かに相談するってなると一から説明しなきゃならないので、めんどくさいので決まってます。割と以前ラジオをよく聞くとおっしゃってましたが、テディベアさんはどんなラジオをよく聞きますか？昔から聞いてたのは福山雅治さんのラジオ。これは親がすごい福山さんのファンで車でよく聞いてたんですけど、あと最近聞くのが、あの友達がセクシーゾーンのすごいファンの子がいて、それで見始めたらすごいみんな面白くて結構聞きますね。
好評
上で大切なことは何だと思いますか？続けられること。まあ私はある程度自分の生活を潤すというか、まあ、無理した生活をしない程度に続けられる仕事がいいかなと思ってます。なので昔アパレルとかもやってたんですけど、アパレルは給料的な問題がすごく苦しかったので、まあ、自分のストレスとかはすごく溜まっていたので、そういう面でも給料も大事かなと思います。今年の受験生にメッセージお願いします。今年は本当にコロナで、まあ、修学旅行とか学校祭、ね、青春って呼ばれるようなものを全部潰れちゃったりとか、勉強もね、学校自体行けないとかですごい不安な方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、絶対そういう時に頑張ってきた皆さんの努力っていうのは無駄にならないと思いますし、まあ、今しかできなかったこともたくさんやっぱりあるとは思うんですけど、これからの未来でそれよりもっと輝かしいものが待っているということを信じて頑張ってほしいなと思います。本当に応援することしかできないんですけど、自暴自棄にならずに頑張っていただきたいなと思います。もしね、なんか話す人がいないとか、まあ、何か溜め込んでストレスが溜まるとかいうことがありましたら、ぜひお話聞くことぐらいならできますので、まあ、DM でも何でもコメントでもお待ちしておりますので、応援してます。頑張りましょう。バツイチ子持ちの男って恋愛対象としてどうですか？テディビアさん個人として一般女性としてそれぞれ回答してください。そうね、私個人としてだったら本当に好きなら関係ないと思います。本当に、うん、私は大丈夫ですね。けど一般女性としたら、まあ、悩むところは正直あるっていう回答の方が多いと思いますね。あ、でもあれか、あれなんですね、妻の方で育ててる。まあでも養育費の問題とかもあるのかな。養育費とかもちゃんと払えてるんだったら、払えてて次の子供にその生活苦しくないように育てていけるような経済能力とかもあるんだったら、一般女性の方もあんまり気にしないかと私は思います。1万人おめでとうございます。1万人超えたということで、これからの抱負をお願いします。これからの抱負は10万人10万人を目指して頑張りたいと思います。10万人いきましたら誰かとコラボしてみたいなと勝手に思ってます。マジ答えてください。いつ素顔を見せてくれますか？顔はですね、これからも見せる予定はないんですよ。なんか見せたくないというよりは、やっぱり見せた後もし何かあった時とか家族とかに迷惑かけないかなとかも考えるし、一度ネットにさらしてしまうとやっぱスクリーンショットとかされちゃうし、いろいろ怖いなというのがあるので、見せる予定はないんです。ごめんなさい。おすすめのバイトはありますか？私はね、今までスーパーと、あと普通にカフェと、そうですね、接客業が多めなんですけど、でも
かな。私はもうずっと時給で選んできました。でもスーパーは時給一番安かったんですけど、レジ打ちは嫌いじゃなかったです。我が道を行くタイプですか。割とでもそうかもしれない。あんまり新しいことやると聞いた人に相談しないかもしれないです。朝食はご飯とパン、どちらですか。ご飯です。もう味噌汁と鮭とかそういうザ和食みたいなのがいいですね。自分は最近心霊動画や怪談にハマってます。テディベアさんは心霊体験などしたことありますか。心霊体験じゃなくてもいいので、何か怖かった思い出などあればぜひ聞きたいです。心霊体験は全くありません。霊感がゼロに等しいので。でも怖かった思い出は、中学校の頃初めてみんなでこっくりさんと、あとあれだ、口裂け女見たんですけど、やっぱみんな見てるんで強がって全部見たんですけど、帰ってからが地獄で、その後1年ぐらいはもう電気消して眠れなくて、なんだったら帰ったその日はもう目つぶるのも怖くて、なんかその見たやつは夕方になると口裂け女現れるやつだったんですけど、夕方も怖かったですね。なのでホラーは本当に見ないです。なんかたまにテレビつけた時、怖いのとか映ったりすると本当に怖しそうになる。なんでツタヤでは働けないです、返せないんで DVD 元の場所に。男性のタイプ教えてください。タイプは母性本能がくすぐられる人けど、割とザ男の人って感じの人が好きで、なんで可愛い人とかでも急に男の人の顔を出されるともうキュンってしちゃいますね。漢字の漢って書くような男の人も嫌いじゃないです。約束した時間を守れない人のことどう思いますか。時間にもよるけど、30分ぐらいなら許せますね。まあ初めて遅れるのが1時間とかなら許せるけど、毎回1時間とかはやだ、けど割と待てる方です。好きな料理は何ですか。食べるのだったらラーメンです。ラーメンかなんだっけ、スコーンです。お付き合いは何回しましたか。チートデイとか作る。
ちの努力で叶うものじゃないんですよね、多分。叶う時ももちろんあるとは思うんですけど、まあ、常に見守ってあげるとか優しくしてあげるとかしかないかもしれない。でもいつでも受け入れてあげるとか、いつでもそばに寄り添ってあげる、そういうところじゃないかな、一番は。辛かった時に思い出す人とか、そういう人になれたらいいと思うんですけど、それが一歩間違えると恋人未満、まあ、だからただのお友達になりえないので、難しいね恋愛って。漫画みたいに行くことってなかなか難しいけど、まあオープンでいてあげることだと思いますね。ネットにガチ恋ってありですかね。いや、ありなんじゃないですか。でも、まあ、例えば芸能人とかアイドルの方とかだったら、まあ、ご迷惑おかけしないで、ストーカーとかそういうことにならなければいいんじゃないですかね。まあ、偶然どこかで出会って恋に落ちるとかだったらいいと思うんですけど、やっぱ何回も DM 送ったりとかはしなければ全然ありだと思います。次は寝る前に音楽聴いたりしますか。本当に寝る前はしないです。無音じゃないと寝れないので、寝るギリギリまでとかは聞いてたりしますね。というわけで、全部はお答えできなかったんですけど答えてみました。質問コーナーね、またやってほしいとかあったら、まあ、少しね空いたらまたやってみたいと思います。まあ、でも毎週日曜日のラジオの方でもね、1個2個ずつしか答えてないんですけど、